フォードが世界耐久選手権制覇に向けてプロジェクトをスタートさせたのが1963年のこと。当初はフェラーリの買収さえ画策したとも言われたが、さすがにそれはかなわなかった。結局フォードは新進のレースカーコンストラクターだったローラが発表したローラ GT の製造権を獲得することにした。これがフォード GT40 誕生の発端である。そのボディ構造は当時の最新モードだったツインチューブモノコック。前後サスペンションはフォーミュラ流のパラレルウィッシュボーン。エンジンはフォードの新型 V8 である289キュービックインチをベースに、そのパワーを380馬力まで高めたものだった。マーク1と呼ばれるこの初期型 GT40 は FIA の GT プロトタイプというカテゴリーに属した。このカテゴリーは後にグループ6と名称を変えるが、その後の7リッター仕様のマーク2や新設計となったマーク4はいずれもこの GT プロトタイプのマシンである。ところが68年、 FIA はグループ6の排気量を3リッターに制限する代わりに、25台の量産規定をクリアすれば5リッターまでのエンジンを認めるグループ4スポーツカーというカテゴリーを導入した。その結果、7リッターエンジンのマーク2とマーク4はシリーズへの参戦が不可能となり、以降のフォード GT40 はグループ4で世界選手権を戦うこととなったのだ。ここで登場するシャシーナンバー P1075 はガルフオイルのスポンサードを受けていたイギリスのプライベータージョン・ワイヤーレーシングが走らせた GT40 である。本来はグループ6カーだったが、68年の新ルールを受けてエンジンを289キュービックインチからウェスレイクヘッド仕様302キュービックインチに換装、グループ4仕様にリビルドしたものだ。この P1075 は新ルールを嫌って多くのワークスチームが棄権した68年のルマンで優勝、69年にもポルシェ、フェラーリ、マトラを下して見事優勝をもぎ取ったのである。